はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、ベイブレードの動画なんですけれども、またこのですね、無限ベイスタジアムを使って遊びたいなと思います。今回はですね、このロストロンギヌスを2つ使って遊びたいと思ってるんですけど、先日ちょいライブでちょっと話したんですけど、なんとね、プラネットドライバーがくっつくんですよ。で、回すことができるんですね。つまり、ロストロンギヌスの右回転をすることができるわけですよ。これすごいよね。なので今回はこのロストロンギヌス9プラネット対金竜バージョンのロストロンギヌス9スパイダル、これで、ロストロンギヌス左右対決、これをやってみたいなと思います。 3,2,1 ゴーシュ。さあ、おっとゴーシュ。さあ、どう、あ、ちょっと斜めに吹いちゃったかな。もうどうだろう、左が強いか右が。到着ゴーシュ。さあ、あ、そう、真ん中に戻ると再回転するからね。そうすると勝てる見込みはないけど、またこれでも回り続けるのか。お、逆に金龍が真ん中行ったら負ける。あー、よし。さあさあ、暴れちゃってるから当たんなきゃ意味ないぞ。おっ、OK。 あー、微妙、回転が落ちてくる。当たらないのか。そしてまた回転をもらうのか。いいよいいよ、いいけど、ダメかな。おっ、いける。あー、到着。よし。ちょっと暴れすぎ、よしよし、いいよいいよ。あー、もう何発か行きたかったね。どうだ、頑張れ。当たらないのか。当たってくれ。当たって。回転、おっしゃー。いや、決まった。エシテップ使って。ダメだ。当たらないのか。頑張ってくれ。ああ。よし。もう上の階です。また、よしよし。ああ。また上の階だぞ。行け。ああ、また。またバースト。ああ、負けた。おお、両者バーストか。よし。はい、ということで、ロストロンギヌスにプラネットをつけた場合の、右回転、なかなか強かったね。しかもですね、これ逆回転なので、多分当たった時にロックがどんどん閉まっていくんじゃないかなと、そんな感じがしましたね。なんで全然ね、弱まらなかった。今ね、現状だとこのロストロンギヌスを右回転で強くシュートするってのは難しいと思うので、この無限ベイスタジアムとプラネットの組み合わせでこれ実現できますね。ちなみに他の左回転のベイ、あのドレインファブリルとかもできますんで、これ試してみると面白いかもしれないですね。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバイ。